木村さん、料理の木村さんだそうです。木村さん、お忙しいとこすいません。はい、木村さん、ここどんな料理になるんですか？ここですか、薪を使ってですね、はい、北海道のお肉、はい、まあ、牛肉やあとは羊の肉、あとは魚介類ですね。薪なんだ。薪がそうですね。へえ。ここにそれで焼きまして、肉は熟成肉をして、おお、楽しみですね。はい、その肉で焼くので、まだ新しい、その小樽の、小樽にはない、北海道にもまだまだ根付いてない、調理法なんで、面白いかなと。で、薪も北海道の小樽の至極の白樺。面白いね。そうです。で、白樺で焼いて、で、白樺の、輪切りにして、はいはいはい、それに盛り付けて、おー、小樽をちょっと演出して、ほんと、これから、なんすか、パイオニアになっていけたらいいな。あ、おー、ちょっと、調子来ましたね、かっこいいですね。ちょっと高みを目指していや、でも気合い入れて面白いこと作っていかないとね。で、まあ、場所も場所なんで、まあ、観光客が主にターゲットになると思うんですが、はい、やっぱりその小樽らしさを感じていただいて、まあ、楽しんでいただけたらなと。はい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 、楽しみにしてます。ここなんかいろんな複合的なね、はい、魅力を出す空間になりそうですよね。はい、そうですね。ぜひぜひ野菜は余市や二期にも、お城の方とかでもいっぱい面白いの頑張ってる人たちいるんで紹介するんで、そうですね、ぜひ会ってください。はい、はい、そうですね。今回時期が合わなかったんですけど、桃とか、それでまだあの青い状態の時に使いたいんですよ。本当は熟したものではなくて、でそういうのをソースに使ったりとかして、ちょっと普通ではやらないことをちょっとやって、新しいイタリアンとかそういうのをちょっと発信したいんですけど、それ今回まだちょっとオープンもまだなんで、それ今回ちょっと試作ぐらいでしかできないかなと。じゃあ2期に知り合いに紹介してもらって、まあ取ろうと思えば取れるんですけど、ちょっとまだオープンにも先があるし、来年にしようかなって思うんですけど、このビデオを見ててね、2期の友達とかね、余、はい、市の農家やってる友達とかにね、はい、見ててね、あれだわ、はい、面白いこと起こるように画策します。頑張ってみます。はい、青い桃とかさくらんぼとかよろしくお願いします本当に来そうだよ、はい、トマトのね、農家さんでね、はい、アメリカずっと行ってて帰ってきた面白い人いるから本当ですか？この間20年ぶりぐらいで会ったんだけど、ちょっとピンボケしてたら悪いんで、もう一発ぐるっと撮って、以前ケラにいらっしゃって、家族か、ご家族で食べに来られましたけど、家族ではないと思うけど、一人では伺ってますよ。8人ぐらいで、いや、友達いないから多分違うわ友達カルベ君とかね。あ、ケランね。あ、エミナの元子さんとかと500円の時にいて、すいません美味しかったっす。